チームのスターティングラインナップです。ホームの金沢 4-4-2、 前節から1人だけ入れ替えてきました。ゴールキーパーが白井、小島、庄司、孫、長峰の4バック、ボランチが藤村と梶浦、右に石原、左に奥田、ツートップが杉浦と林のコンビです。一方の水戸も前節から1人変えてきました。 4-4-2、 ゴールキーパーが春菜、永井、松田、楠本、ファビナスの4バック、ボランチが武田と前田、右に宇野木、左に小原、寺沼と草野の2トップです。庄司から孫、ここはパスミスになります。奪った前田、小原運ぶ、小原シュートコースも空きましたが、寺沼シュートを打ってきた。キーパーの白井に当たってゴールラインを割りました。まだミートボール、武田スルーして長い、長いのシュート、白井が一度弾きました。孫から庄司、寺沼がプレッシャーに行きます。縦を狙った、林が追いかける、林のクロス、杉浦恭平だ。起用には結果で応える、11番杉浦恭平、今シーズン7点目。中盤がね、少しこうスペースができたあったんですよ。で、カナダとしてはそこに縦パスシンプルに入れて、杉村選手からの、まあ、ロングスルーパスですけども、梶浦は前に蹴りました。奥田光也、林が前のスペースで要求しましたが、奥田キープ、林、うん、フリック、杉浦恭平左足、まだまだある、藤村啓太、春菜が弾きました。猛攻を仕掛けました金沢、こう触りやすいというか状況 でしたけども、しっかり勇気持って出てきてますね。石原どうするか、中には2枚、石原クロス、うん、足で当たってた、見事なゴールだ。奥田光也、フルス相手に一撃、今シーズン3点目。ここで杉浦選手のポストから前にスペースありますので、ここで探してたんですけど、ここでスピードグッと変えましたよね、はい、相手を1枚剥がしてクロスを相手中しっかり見て、今見てましたし、そこに飛び込んでくる奥田選手、ひょっとしたらね、ファンに流れていった、ね、林選手なんか見えてたのかもしれないですけど、はい、もう一度武田から右のサイド、宇野木、判定にボールを流した、前田のクロス、寺沼が来た、どうか、なんとかクリアした小島、長峰切れ込む、奥田、梶浦のミドルシュート、ナイスキーパー、安藤、近くに前田もいますが浮かせて村田、そして宇野木、自分でも行けます、得意のドリブル、宇野木のクロス、胸でトラップしてシュートまで持ち込んだ、1点返した、2対1、安藤見事なゴールを決めました。パンチ力ありますよね、はいはい、今ここでね、一瞬流れて、ここ、まあ、胸とコントロールでここ外打てなかったんで、ちょっと一歩ずつ中に入ったんですよね、はい、その分コース作ることができて、まあ、最後はね、安藤選手のパワーでねじ込みましたけど、まあ、ブロックを利用してちゃんと自分でこうパスコースを作りながら、ボールはしっかり捉えてやるっていうね、それがらしいゴールですよね。まさに安藤らしいゴールですね。ここの球際のところでもしっかり強さを発揮してね、やっぱり連続して取るっていう、ところにつながりますからね、得点量産するためにもね。そして水戸は加入したばかり、エイナが高虎が入っています。遠山のヘディングシュートを弾いた、まだある、エイナが
最後までしっかりシュートブロック、まあ、足を出さずにね、はい、体のどっかに当たればっていうところでねコースに入ってましたからね。そうでしたね、はい、A 中の左足ヘディングシュート、ここの右にそれた、またしても高山の頭。ここで試合終了のホイッスル。ホームの金沢、8000人を超える観客を前に6試合ぶりの勝ち星です。2対1、1点のリードをなんとか守り抜きました。